皆さん、こんにちは。7月12日に急死したタレントのリューチェルさん、唐突の死だったために SNS 上などではたくさんのファンから別れを惜しむ声がありました。リューチェルさんの死に関連して波紋を呼んでいる人もいますが、生前リューチェルさんはあの大物芸人明石家さんまさんと交流が深かったそうです。意外ですよね。今回はリューチェルさんと恩人にあたる明石家さんまさんのコメントや生前の温かいエピソードについて紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。リューチェルさんは1995年9月29日に沖縄県宜野湾市普天間で生まれます。読者モデルとして活動する傍ら、原宿にある古着店スーパーウィーゴーに勤務していました。そしてお姉らしさと男性的な面を合わせ持った、いわゆるジェンダーレス男子として注目されます。ブレイク全盛期にはバイト先のアパレル店で出会った恋人のペコさんと一緒に話題を呼びます。二人は原宿系ファッションという奇抜な服装をまとい、天然キャラと奔放な発言で人気を集め、若者から圧倒的なカリスマ的な存在に駆け上がっていました。ヘアバンドをつけていたのが印象的ですよね。その後メディア露出が増加し、数多くのバラエティ番組に出演していました。当時人気はとてつもないもので、テレビをつければ2人が必ず映っているほどでした。ファッションを真似て色鮮やかに派手な格好をしていた人も多いのではないでしょうか。最近はペコさんとの離婚などで話題を生んでいました。そんなリューチェルさんの急逝を受け、進行や番組共演のあった多くの芸能人や著名人たちがコメントを寄せました。その中には数多くの番組で共演した明石家さんまさんの名前もありました。実はリューチェルさんのブレイクは明石家さんまさんのおかげといっても過言ではないくらいの恩人でした。二人は日テレ系行列のできる法律相談所での共演で知られています。初めてリューチェルさんが出演した際に誕生したギャグがあの建築関係トントントンです。さんまさんとは共演するたびに建築関係トントントンのネタを披露するなど、いじられ愛されキャラとなっていきました。さんまさんは7月15日放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日ではその当時の思い出を語っており、リューチェルとは建築関係トントントンでやってて、まあリューチェルもあの時に素人さんで一発目にペコちゃんがすごい人気で、ペコちゃんのボーイフレンドで出てきて、お父さん仕事何やってんのってペコちゃんに聞いて、ペコちゃんが建築関係なんですって言って、後ろでちっちゃい声でトントントンって言い寄ったから、あこれやと思って、その番組そのトントントンを一本押ししたらすごい人気になってくれてというかと振り返っています。さらには年末の富士系明石家サンタで建築関係トントントンを視聴者が使うのがお約束になるほど定番化しており、それだけにさんまさんはずっと建築関係トントントンは生き残ってるんですよ。だからこれはちょっとこれからも生き続けさせたいと決意をしています。リューチェルさんの生前に女体化についてさんまさんはかなり心配していたといいます。女体化でいうとタレントのカバちゃんさんが有名ですよね。カバちゃんさんが女性になりたいと言った際にもホルモンの薬を飲んだ副作用で精神状態が悪くなることを心配し反対しています。1年間はホルモンのバランスが崩れて危ないことを知っていたさんまさんはリューチェルさんに対して心配していたそうです。ただカバちゃんさんが乗り越えられたこともあり、乗り越えられるだろうと親心で見守っていた思いも吐露しています。さらに俺の周りでこの2年本当に俺の知り合いとか縁のある人たちがいろんな形でこの世を去っていってしまってるんですよ。偶然なのか俺がそういう年なのか、だからもうちょっとショックでとかなりショックな様子。その後は全国ライブツアーの話などをいつも通りギャグ満載でトークしたさんまさんでしたが、オープニングトーク終盤にはそんなら MBS に入る前にみんなで建築関係トントントンこれから生かすために全員で行って
MBS に入りましょうとアシスタントらに呼びかけ、建築関係トントントン MBS ヤングタウンとタイトルコールを行いました。さんまさんの愛のある行動ですね。二人には心温まる素敵なエピソードがあります。2018年7月11日に妻のペコさんとの間に第一子男児が誕生した際に、リューチェルさんはさんまさんから出産祝いを受け取ったことを明かしていました。ご祝儀袋にはブレイクのきっかけとなったギャグ建築関係トントントンをもじった肉体関係トントン台の文字が書いてあり、なんともさんまさんらしい粋な計らいですよね。当時このさんまさんの愛のある祝福にファンからも、さんまさん優しい、肉体関係二人の関係素敵ですなど大きな反響を集めていました。またこの他にもリューチェルさんとペコさんの結婚式でさんまさんはサプライズでメッセージムービーに登場し、乾杯の音頭を取るなどしていました。これらのエピソードを見るとさんまさんがリューチェルさんを本当に可愛がっていたのがわかりますよね。可愛がっている様子はリューチェルさんの亡くなる1ヶ月前にも見られており、リューチェルさんは6月4日に自身の SNS を更新し、さんまさんとのツーショットを披露していました。その際にリューチェルさんは、久しぶりにご一緒させていただきました、さんまさんに会うとヘアバンをしていた、19歳の頃にいつでも戻っちゃうと報告し、楽屋のような部屋で記念撮影しています。さんまさんはリューチェルさんの肩に両手を添え、リューチェルさんは嬉しそうにポーズしています。二人は再会を喜んでいる様子でした。こうやって見るとリューチェルさんにとってさんまさんの存在がいかに大きいかわかりますよね。それだけに今回の訃報はさんまさんにとっても辛く悲しい知らせだったに違いありません。芸能人の自殺はなかなか絶えない問題です。夫婦関係の解消を公表したなどの影響により、リューチェルさんも以前から SNS 上では子供がいる状態で離婚は無責任ではないかと感じたユーザーが、ブス、死ね、などといったひどい誹謗中傷のコメントが相次いでいました。他に自殺された方も SNS の誹謗中傷が原因のことが多いです。皆さんも今一度ご自身の SNS の使い方を見直してみてはいかがでしょうか。何気なく投稿した言葉でも本人にとっては想像を絶するダメージを与えることもあります。今回はリューチェルさんと恩人にあたる明石家さんまさんのコメントや生前の温かいエピソードについて紹介しました。 SNS での誹謗中傷が少しでも少なくなる平和な世の中になるように心から願っています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。